委員長。石原慎太郎君。しかし、さりながらですね、日本の防衛体制はね、非常に大きな欠陥があるんですね。これはミサイルの問題ですな。これはね、日本のね、そのミサイルに対する迎撃のミサイルの数とで、相手が持っている数はね、かなり違うんでね、一度にですね、20〜30発のミサイルを撃ち込まれたのね、まあ、半分ぐらい撃ち落とすけど、その半分はなかなかね、こう要するに途中でよくして撃ち落とすできない。これはね、やっぱり深刻に考えていただきたい。ただね、ミサイルが飛んできてもね、搭載されているオーヘッドってのはね、普通の爆弾ですからね。例えばね、北朝鮮市の避難所のミサイルが仮に飛んできて、この国会に当たってもね、この国会議事が全壊するような破壊力はないんですよ。ただの爆弾と同じなんです。だけどね、それはそれで大きな引き金になってね、まあそれによってね、核戦争が誘致されることはありえないし、あってはならないし、そこまでシナも愚かじゃないと思いますがね。あ、まあそういう点でね、私はね、日本とアメリカのね、防衛関係ってのはもっときちっとする必要があるし、大体その日本がどんどんどん孤立している軍事行動の中でね、集団自衛権なんて当然ね、これやっぱりその表示してですね、実行すべきだと私は思います。じゃないとね、結局日本は孤立するだけで、ね、周りからの疎まれてね、あの麹山の戦いじゃないけど、一人だけ逃げちゃって、刀のね、要するに運ぶ力もなかった官兵の長きみたいになりますぞ。で、私もね、かってあのね、途中してる時に、北朝鮮のノドンができたんですか、それでぬんぬんでね、その際の防衛体制で東京にもそのミサイル、防衛ミサイル、エアのですね、地上対地対空のミサイルを配備すると、結構だ、足が置いて結構だ。で、まず大事にことはね、皇居を守ることだから、私そう思ってますと防衛庁言うんで、できるだけあの、ね、目立たないにしました、ね、日比谷公園に置かせてるから、バカのこと言うなって言ったんだ、奥なら皇居の前に広場に置けって。国民が意識してね、やっぱりね、ある危機感を持つためにもね、どうして要するに広場に置かないね、日比谷公園みたいに嘘として森の中に置く必要があるんだと言ったらね、それうやむやになりましたね。とにかくね、このミサイルのね、要するに整備も含めてね、向こう10年間はね、まずとにかく私たちはこの通常兵器での戦闘で死者に劣ることはないというのが、これは日本の専門家、現役の軍人、あるいはですね、アメリカの DIA、 さらにはね、一番情報を持ってるね、イスラエルのね、モサドといった連中たちに聞いてもね、その評価は変わらないんですよ。ただ10年経ったらどうなるか分かりません。そのためにもね、防衛費ってのはやっぱり大幅に費用必要がある。あの三木武夫というバカな総理大臣がいました、大嫌いであんなやつは、あれがね、何勘違いしてかね、その武器の輸出を禁止する原則作った。それからね、何の根拠は知らんけどね、総予算の 1% 以内に、ね、防衛費とどめる、こんな論拠のないね、そのセンチメントに駆られてみたら、こういうものが国前として、国前らしきものでまかり通っている現実って、私はね、世界に例がないと思いますよ。これをね、まあ毅然じゃない、当然変えることがね、私は安倍内閣のね、総理副総理の責任だと思います。それでね、もう一つ、日本はね、新しい素晴らしい技術を持っている。21世紀に入って、ノーベル賞ってのは当てにならない賞ですけどね、非常に何ていうか政治的なものがあってね、だってそうじゃないですか、オバマがね、世界の核兵器なくしましょう、イエス・ウィー・キャンチって、3ヶ月であいつは新しい核兵器のシミュレーションやってるんだ。だからね、佐藤さんがね、要するにその、領土取りの平和賞だ、これは当然のことだと思うけども、その他この他ね、かなり紛らしいものもある。一番いい加減なあれですかね、経済学賞ですかね、アメリカの経済学者でノーベル賞経済賞もらったやつが作った会社で潰れたのはいつか6つありますからね。ただ中でね、自然科学の分野でのノーベル賞は非常に信憑性がある。そして嬉しいことに、21世紀に入って日本人が取った自然科学分野でのですね、ノーベル賞の数はヨーロッパに匹敵するんです、全ヨーロッパに。これはね、日本の大きな国力ですよ。
しかもね、ノーベル賞の対象にならないけどもね、素晴らしい技術改良してどんどんやってる人がある。例えばあのね、ちっちゃな工場も寄せ合って作ったね、はやぶさ、あれはとにかくね、40億キロ飛んで帰ってね、数年遅れてそれをアウトソーシングで戻してですね、戻ってきた。こんな技術持ってるけど世界にありますか。こういったものを活用してね、何ができるかって言うとね、アメリカも考え出したね、コンベンショナルストライクミサイルっていう戦略兵器がある。これはね、一旦宇宙に消えちゃうんだ。それで正確な GPS で戻ってくる。例えば2000キロ離れたターゲットとこの水差しに爆弾当てようと思ったら当たるぐらいの精度はある。ただね、この GPS のシステムはね、全部アメリカ依存ですから、日本は日本なりのものを作る必要があるけどね、これね、どういうものかというとね、アメリカのフットボールでね、混戦になった時にね、なんとかポイントしたい時に、あるそのメンバーがね、後ろにいるクォーターバックにとんでもないバックパス、そのボールを取ったバック、クォーターバックがとんでもないロングスローで前走ってるフォワードがタッチダウンする。これに似てるんですよ。これはね、そのできる基地ってのはどこにあるかって、日本に唯一、南鳥島。これはね、ぜひ今ね、あまり暇もないだろうけどね、誰か書くように生かしたらいい。これはね、自衛隊が今その駐在してますが、島は小さすぎてね、ランウェイが足りないから、やっぱジェットのつく滑走がいるし、大きな船のつく港がいる。それであそこを整備したらね、格好の発信地になる。でね、これはね、本気でね、政府がね、核弾頭を積まずに済むんですけど、しかし非常に大事な要所をヒットできるね、まあ視察仕送人のあのあれじゃないけどね、完全にそのピンポイントでね、とてもしかできる、そういう兵器なんですよ。アメリカも着手しだした。一番進んだポテンシャルを持った日本なの。でこれはね、私この話を聞いて思い出したのね、かつてリビアのカダフィがね、血迷ってね、核兵器持つ言い出したの。みんな反対したけど、強権強権と言われた人間だが、何が言われるので、アメリカは何やったかって言ったら、イギリスにある空軍基地から指示して数機の編隊でですね、あの時はフランスに相談したら、フランスが嫌がって、ね、要するに領空に飛ばさなかったんで、ジブラルタ海峡を回り返してですね、イギリアに行ったの。それでね、まあ当時のね、要するに GPS の制度ですから知れてるんですけども、カダフィの居住区をね、8つか5つのね、6つのね、要するにメッシュに区切ってね、その一つを徹底的に爆撃したんですよ。それでね、その要するにメッシュの一つにね、カダフィの最愛のね、第三夫人がいた。その言葉を2人ともそれで爆死した。それでカダフィがね、率然としてね、核兵器の保有をやめた。こういう事例があるんですよ。ですからね、よらば切るぞというもののね、素晴らしい人が持ったね、刀っていうのはまず持たなくちゃいけない。この開発はね、核の要素に及ぶと違って品種を買わない、日本の先端の技術を結集できることですからね、これやっぱりね、ぜひぜひ考えていただきたい。本当に考えていきたい。いかがですか。いや、防衛大臣知らないよな、成田ってもっと大きなことだから、君やるならやるよ。本当に麻生財務大臣、そんなに詳しいわけではありませんけど、その経緯、はやぶさの内容をそこそこ知ってるもので、お二方に比べて知ってる程度だと思っていただいて、あまり過剰期待されると困るんですが、今言われたのは、これは極めて優秀な機械、優秀な技術、あれが帰ってきた時には一番最初に日本にそれを内容を詳しく説明を求めてきたのはアメリカの陸軍省、事実です。石原慎太郎君。ということなんですよね。だからね、そのむざむざアメリカを出すこともないしね、アメリカのお墨付きで作る人が日本のイニシアチブで作ったらいい。それがね、アメリカに対するね、日本からの力にもなるんだ。で、まあそれに絡めての話でありますけどね、日本にありますね、アメリカのね、基地の一つにね、この横田の基地があります。これはね、私が第二次の頃からこれを何とかしようと思ってね、土井さんが社会党の委員長の時からアプローチして、社会党もね、東京のど真ん中にこんな基地があるのは知らないの。国対委員長の富村とんちゃんね、仲良く、それで仲良かったの。お前らね、そんなこと知らずに基地反対ってちゃんちゃらおかしいって言ったらね、どこにあるんですか、東京の真ん中、東京にそんな基地があるんですか、行ってみろって言って、彼行ったんだ、特実に。
いやーでっかい基地ですな。あれ反対にね、返還でこの市長の選挙があるというのは手伝います。今の社会党じゃないの、岸田留学に人集まんねえぞ、せいぜい300人でもう防ぐぐらいだなったら果たせるかの想定たるかだったんですよね。これちょっと総理見てください。そこまで、そこまで。これね、これね、中継で分かるように、ラジオで分かるこれがね、勝ったのでクイズだった。そしてね、西へ行く路線がね、ほとんど閉鎖されてない、一車線のオフレアだったんですよ。でこれでね、正面車線が正面車線このね、黒いのはね、かつてのアメリカの区域だった。それでね、東京からですね、西、大阪、福岡、ソウルに行く路線ってのはね、一車線往復しか飛べなかった。正面衝突の事故が起こりそうになった。一人乗務員が死にました、急上昇急降下で。それで文句を言ったら、やっとね、彼らはこれを開けてくれたんですがね、ですからまあ2車線往復ぐらいになった。しかしね、これ予備地を入れたら4000メートルの滑走路があるんですよ。作ろうとは2本できる。しかもこれはね、全然使わせないんで、森君が総理大臣の時にね、日韓両方でワールドカップがありました。その時にね、CIQ のね、要するに検査なしでね、日本と韓国はね、お客も選手もね、CIQ 抜きで横田使ってですね、これ使うじゃないかと。向こうもね、その金浦の空港ができたばかり、人生が空いてるから、非常に喜んでやろうと思ったらね、なんとアメちゃんがね、その期間突然ね、この滑走、ほとんど使ってない滑走が向こう50年間対応できるようにね、舗装工事始めろと言って、日本の国費でこれ要するにリカバーしたんですよ。こんなことがね、まかり通ってるの。とにかくね、日本の飛行機はね、ヨーロッパから帰ってくるでしょ、これ通れないんで、一回どっち側から太平洋へ出てね、戻ってこないと成田や羽田に着けないんですよ。こんなバカなことはね、いまだにまかり通ってる国ってあるんですかね。でね、この返還のために私はね、大学進行でやってきましたが、まあ、その、金丸何がしがね、自民党仕切ってる時にね、これ問題にしてくれたんで、分かったと言うけどね、なぜか知らないけど、時期尚早ってそのうち打ち切られちゃった。知事になったけどやりだした。いまだにですね、知事として進まない。このためにね、毎年ね、日米でね、行ったり来たりでシンポジウムやってますがね、アメリカ側はね、非常にこうやって同情的だ。ただ空軍だけはね、自分の持ち物で渡したくないけどね、去年ね、その日本、まあ、前の日本部長ゼアラ、これ一生懸命やってくれって、前のね、日本全体の総司令官のフォールという大将も含めて引退しましたがね、彼も来てくれてね、確かにこれは余計だと、ということでね、とにかく考えようじゃないかというシンポジウムに来てくれたら、外務省のバカが何言ったか、北米局長がね、シンポジウムの前の日にね、ゼアラとね、フォール大将を呼びつけてね、横田の問題は日本国家イシューじゃない、小泉の時はそれを問題にしたかもしれない、今は問題にならない、だからあなた方にものを考えて発言しようと圧力かけたの。でシンポジウムの後ね、2人は私に置きましてね、こんなことを北米教授にあります。しかも今までは毎年ね、このシンポジウムにね、日本側からも外務省が、要するに国交省、それから防衛省代表が出てたのに、その時だけ外務省来なかったので、なんで来ないんだったら、一地方の行事にね、国が参加する必要ないというのは北米、私は外務省の前原君の大臣で、前原君が成り立ての外務では知らないんだろうけど、北米局長メンバーしましたよ。貴様どこの外人、どこの、ね、役人なんだ、お前どこの国の役人だったら、ノーノーと二人とも日本ですって。日本人だったらこの問題知ってたらね、
せめてセンポジウムにね、下っ端でも役人を送るね、これをね、論拠もなしにですね、もはや国家の意思じゃないのこと、どうして副部長なんか言えるんですか。こういうやっぱりね、外務省の体制をね、外務大臣考えてね、やっぱりあなたね、変えてもらいたい、本当に。あ、外務大臣じゃないのか。あ、人した。本当。で、これについて言いたいこといっぱいあるの。払ったってしょうがないの。で、この、アメリカのね、公文書を見ますとね、日本にあるね、アメリカの空軍基地でね、非常にフェイタルにね、致命的に大事な空港は3つしかない、ね、三沢、それからなぜかね、岩国、それから風穴です。これはね、ただのね、ロジスティックベースでね、一番疲れたのはね、ベトナム戦争の時にね、向こうで戦死した GI の死体を持ってきてつなぎ合わせてですね、それを繰り返す、その作業場だった。その話を大江健三郎君がね、死者の森っていう面白い小説書いてますけど、ね、それしか使ったことないんですよ。今せいぜい何機かのね、輸送機とね、ヘリコプターがやってるだけで、ね、ほとんど使われてね、その一つの証拠にね、こちらのね、なんというのか、メインオフィスからね、向こう側に管制塔がある。普通ね、行ったり来たりするでしょ、滑走路横切らなきゃいけないからね、滑走路の末端だけどね、そこにね、普通だったら地下道を作って向こうに抜けていくのにね、いまだに青の赤の信号でね、やってくれるのんびりしたね、潮満つしかないんですよ。このね、空港ね、とにかく使いませんとね、国交大臣もご存知だろうけども、ブリーフ受けて、あと5年で日本の国際線パンクしますよ。そうするとね、国力と衰退につながる。でね、私はね、まあ、あの、なんていうのかな、政権が変わったから、トム・ドナヒューってね、アメリカの諸国外相に書いているんですね、友達でね、彼はね、なんか依然として共和党の支持者でね、今度は絶対にオバマが負けるから、また俺はまた協力してね、横田をね、とにかくやろうと言ってるだけど、まあ、オバマが再選しちゃったんで、ドナヒューどうするか分かりません。彼がね、諸国外相の回答って一番に石原が言いたいのはね、とにかくビジネスジェットをもっと入れてくれと、簡単に。もう大きなビジネスが日本にはたくさんあると、むしろ市内上にある。どこの国もそう思ってる。技術も日本はたくさんある。いろんなもので、ね、日本に私たちが関心持ってるんだけど、大きなそのビジネスの遠くに行こうと思ってる。ビジネスが飛べない。2ヶ月前に申請しなきゃいけない。こんなややこしい国あるかと。まさにそうですな。だからね、これ太田さんね、せめてね、ビジネスジェットの発着だけに共同使用したらいいんですよ。それでこれ乗ってくる連中はかなり裕福だからね、あそこからね、ちょっと値段が高いけど、ヘリコプターでね、都心来たらいい。そのためにね、とにかく共同使用、本来はこれ返還されるべきもんだけども、共同使用のその最初のステップしてもね、なんとかね、とにかくビジネスジェットだけ優先的にいる。これ本当の空港にしますとね、ちょっと電車をつけたり、そのあそこに非常に混み合うで、何号線ですか、道路の隠しなけど、インフラの整備が必要なんですけどね、いずれにしろね、まずビジネスジェットで、これがね、非常にその、頻繁に利用されるようになれば、この空港の存在価値はもっと大きくなってきます。いずれにしろ、ね、総理、ね、あと5年で日本はパンクするんです。だからね、私の知事になってね、危機感があったんで、今どこ行っちゃったかわからない、ああ亀井静香がね、自民党の政調会長の時に、ね、どこにあいつは、あのね、え、あ、そう、緑のと何ですか、聞いたことね、あのね、彼とやってね、とにかく国交省を統括してね、とにかく4方面の滑走を作らせたんですよ。これも非常に早くできた。ただ一年に1回予想時遅れたのはね、やっぱり利権でね、広報がね、メガフロートとね、埋め立て式とね、半分埋め立て半分桟橋、結局半分桟橋になった。これもね、多摩川の中にね、桟橋が変わるなんてことはね、これは国交省ができない、県政省だったら絶対やらせなかったことができるようになった。これは内閣の再編成のおかげだ。いずれにしろね、そこまでしてやったんですけど、それでもなおとにかく需要が追いつかない。今30数カ国でしょ、日本に乗り入れる希望している外国は。これはね、その話が長くなったけど、まあ総理ね、国運というものを将来考えたら、あなたが特例してね、もう要するに各省連帯でですね、
このなんていうのか、横田のね、再利用、共同利用っていうのを取り付けください。お願いします。安倍内閣総理大臣。横田基地は、在日米軍司令部が、置かれて、いて、今委員が指摘されたように、有事の際に兵站、機能を、果たすということでですね、なかなか、この、返還あるいは、軍民、共有ということに、においてですね、アメリカ側がはい分かりましたということには、なって、いないわけでありますが、しかし、小泉政権自体に、知事だった石原、当時の石原知事からですね、私官房副長官だったときに、これをぜひ、交渉を始めてもらいたいということを言われまして、そのときに、小泉、ブッシュ首脳会談、クロフォードで行われた首脳会談で私は陪席をしておりましたが、紙を出しまして、そして、小泉総理からブッシュ大統領にですね、日本側の考え方としての、軍民共有等についてのお話が、先方に出されたわけでございますが、残念ながら、今日まで、成果が出ていないということであります。確かに、おっしゃられるような課題がたくさんあるということを、頭に入れながらですね、米国側も受け入れられる形で、何があるかということを考えていきたいと思っております。以上。太田国土交通大臣。軍民共用の今ご答弁ありましたが、空域のさらなる返還ということについては、さらに、調整をして、いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。この上飛べるにしてください。飛べるね。以上。石原慎太郎君。さらにですね、その基地の問題について申し上げますとね、今アメリカが、非常に難渋しているその第7艦隊の機関のね、航空母艦の艦載機の離発着の問題ですけども、これ NLP ナイトプラスティックプラスティックプラ、NLP ですね、ナイトなんだランディング、これね、かつてはね、その三宅島にやろうということだったんで、私の選挙区でもあったんです。でね、当時の政調会長の藤尾がね、青年会の中の人に、あの人もね、強直な人だったけど、ややちょっと憲兵族でね、なんかその政調会長はすごい偉いんだと自分で言って回るぐらいの面白い人だったんだけども、三宅島行っても威張りましてね、作ってやるみたいな言い方するから島民が反発してね、結局ね、島民のトヨタが検査で負けたんですよ。これはね、三宅島って十何年ごとに噴火繰り返してね、もう非常に厄介な島なんですけどね、今も本当に疲弊してますがね、かつての、噴火でできた溶岩の台地があってね、これを活用したらね、簡単にね、滑走路ができる。しかも航空母艦みたいにね、周りは海だから。これでね、私は知事になったばかりの時にね、三宅も災害でこう島民が避難するような事態があったんですが、その時に当時のベーカーっていうアメリカの人たち、昔から知ってて仲良かったんでね、彼もヘリコプターに乗っけて招待してピクニック兼ねてですね、行ってね、これどうだって言ったらね、ベーカーが喜んで、これも絶好じゃないかと、なんでこれできないんだろうかっていうか、それは気に入らんの次第、日本の政府の次第でね、これはね、私、今度村長も変わりましたので、前の村長に話しましたがね、これはね、場所を選ばね、全然とにかく騒音の被害も何もない地形があるんですよ。これぜひね、考え直していただきたいというのはね、日米にとってとってもいいことなの。今岩国がね、そのね、NLP のね、なんかね、関西圏を持っていってね、うぬうぬって言ってるけど、あんな遠いところへね、その関西機のね、要するにそのなんとか整備の要員って全部日本人ですから、この連中はね、あんな田舎行きたくない、それから家族もみんな厚木の前に住んでて行きたくない。横須賀に基地を置くんだったらですね、あそこで発着してね、あそこからね、飛んでってね、 NLP の三宅であれば燃料部が今硫黄島でやってるんでしょ。こんなバカな資質はね、必要ないと思うんでね、これやっぱりね、もう一回私も努力しますがね、島のためにもなるし、アメリカにとこんなしく、なんで岩国になって固執してるのか私わからないんですがね、これがぜひご立候補いただきたい。誰に来てる？あ、
安倍、あれ、先に、安倍内閣総理大臣、まあ、詳細については防衛大臣が、まあ、答弁いたしますが、あの岩国においては、空母艦載機59機をですね、厚木から受けることにしているんですが、まあ、これはあの米軍参演全体の中で、これは各地域がそれぞれ、沖縄の負担を軽減するという中において、ぐるっとこう回っていく中においてですね、岩国基地が、厚木からの空母艦載機59機と、あと、まあ、普天間の空中給油機を12機受け入れることになっております。まあ、しかしもちろん地域としては NLP はですね、これはやってもらったら絶対困るという要請、強い要請が、まあ、ございます。その中において、まあ、現在、まあ、与党において暫定的に、まあ、行われているものを、まあ、どうするかということについては考えて検討していく必要があるだろうと思っております。小野寺防衛大臣。岩国への移転については今総理の申し述べた通りでございます。 NLP につきましては今防衛省としましては馬毛島を中心にさまざま調査を行っている、そのような状況にあります。委員長。石原慎太郎君。ですからね、その資金の距離がある、ね、三宅島がね、噴火で疲弊してね、なかなか立ち上がりきれずいるんですよ。その救済にもなりますしね、それはね、その要するに役人が決めたことをなかなか役人が決めた変えたがらないけどね、それはやっぱり、ね、政治家のリーダーシップでね、もうちょっとフレキシブルに考えればね、そういう指導してくださいよ。私はね、まあ、閣僚やるたんびに同じこと言われたんだ。国や国は新大臣はね、役人を嫌いで一生懸命やりますからって言うから、私嫌いじゃないって、お好きですが好きなわけない、何ですかって軽蔑してるだけだ、発想力がないんだから。しかしこれはね、無理ないんだね。とにかくね、最近は総理大臣が1年後とかある。あなた頑張ってください、長生きしてね。だけどね、とにかく閣僚なんか1年しか変わらない、役に関してどうせ変わる役に、ね、政治家にね、大臣ずらされて何できるか。で彼らね、自分たちの取りは何かとね、コンティニティとコンシテンシー、継続性と一貫性。この変化の時代に継続性一貫性でやられたらね、国の行政内に硬直して進むわけないですよ。まあね、そういう点でね、三宅島の窮状を見て、三宅島の地ならしもしましたしね、とにかくね、これはもう一回ね、提案するということをね、まあ、アメリカにも話してきた。それからまあ繰り返し申しますけど、今度ね、ワシントンに出すときにね、小泉君がやったみたいにね、やっぱりこの横田の共同使用やらない返還はね、ナショナルイシューとして総理の責任でもう一回登録していただきたい。それじゃないとね、外務省のバカおぞおぞおぞするだけで、ね、国務省を気遣ってね、何にもこの問題についてね、手を染めようとしない、本当に情けない人になっちゃう。で、次の問題になりますがね、これまたね、その日本の国家官僚の硬直って象徴する人と大事な案件でありますけどね、これ日本の、ね、国家の会計制度について私はね、非常に懸念を持ってるんですよ。日本のね、会計制度ってのはこれ明治12年から18年まではね、明治の尖閣諸島の福沢諭吉の提唱で、ね、一種の、ね、複式簿記だったんです。ところがね、明治20年になってですね、岩倉具視のね、その視察団がヨーロッパに行きましてね、まあ、フランスとかいろんな国に行ったんでしょうけど、最後にドイツに行ったんで、ドイツを強引に、ね、統合したビスマルクにあってね、ドイツはね、近代化に確かに出遅れを取った。しかし今では成功しつつある。そのね、後発してね、先進国を目指す国家にとってね、何が必要かって言ったら、国民に寄らせろと、知らしちゃいけないと、民にはね、とにかく寄らしゅんべしてる、知らしゅんべからずということを言われてね、そうかということで、ね、一番見にくい短式簿記がね、明治会計法となってね、採用されたの。以後全然変わってない。大副省と同じしてね、こんなバカな会計制度やってる国はね、今してみるとね、北朝鮮とね、私言うか、パプアニューギニア、フィリピン、マレーシアはね、最近までね、そうだったけど買いましたな。で、とにかくね、このそのせいでね、この国には健全なバランスシートがないんです。財務省表もないんです。私はね、国会にね、公認会計士の経歴も、資格持つ人、これに詳しいは何いるか知りませんがね、大蔵省の出身じゃダメよ。これは大蔵省の出先でしかねえなら。でね、
都議会にいるときにね、都議会にね、東原君と非常に優秀な公認会議所主席がいましたね。この人がね、とってもよく分かってくれてね、周りを説得してくれた、自民党も説得された。それでね、やっとね、発生主義復讐武器にしたの。これはちょうどその時たまたまね、私と同年齢の中地さんというね、日本公認会社協会の会長がいましてね、彼にね、とにかくこの国はバランスシートがない、財務省用もないの、新しいね、その公会計制度を作ってくださったら、彼が最初はね、非常に機能するバランスシート、面白いバランスシートの方式を作って、それをベースにしてですね、要するに発生主義復讐武器にしたんです。でね、同時にこれ法律で決めたんですかね、私詳しく知りませんけど、政府はあれでしょ、いつの頃か知らんけど、地方自治体に外部監査入れるって言ってんでしょ。結構ですな、外部監査入れるとね、公認会計士が、ね、非常にいろんなことしてきてね、小さな無駄大きな無駄分かってきてね、実にね、東京都はね、財政再建のための大きな要素になりましたがね、国はなんで外部監査入れないんですか、財務大臣。麻生財務大臣。いくつかお断りと申し上げておきたいと思いますが、国の予算と決算につきましてはね、これはご存知のように現金主義といわれるものが採用されておりますのはご存知の通りです。それがダメなの。問題はそれから後がちょっともう少しいろいろ調べていただくと分かったんだと思いますが、発生主義、いわゆる福祉募金含めて発生主義っていうのは、ね、今いろいろな意味から確実性、客観性、透明性で即は出ませんから、あっちの方は福祉募金で借り方貸し方の分からない人に、ね、あれ見ても何の意味だか分かりませんので、そういった意味では我々としてはこの方法としては、いわゆるストックとフローの両面からこれはっきり分かりやすくしてあるのはこっちの方だと思っているんですが、少なくとも今言われたような福祉募金発生主義のやつ分につきましては、今すでに平成15年から、東京都は平成18年からしておられるんだと思いますが、平成15年から国の財政についても参考情報として、いわゆる財務省用という書類を、財務書類を作成してこれに取り組んでいるというのは事実でありまして、私も見ましたけれども、確かにそういうものができております。これでこれをやっておりますのが一つ。もう一点は海外について見てみましたけれども、海外につきましても同様にこれと同じようなやり方をしておりますのは、少なくとも予算につきましては日本、アメリカ、フランス、ドイツ、いずれも現金主義、そして決算につきましてはいわゆる議決の対象として現金主義、現金主義、現金主義なんですが、いずれも現金主義なんですが、財務省用というものは間違いなく作成しておりますのは日本、アメリカ、イギリス、フランスで、ドイツだけが作成していない財務省用ですらというのが、私どもの調べた平成25年度におけます情報です。委員長。石原慎太郎君。だいぶ違いますな、実態とね。知事時代にですね、なんでね、国はですね、この口とは発生主義復式募金しないんですかという問い合わせをしましたらね、こういう文章が返ってきた。財務省では国の財政活用についてより一層国民の理解を促進するため、平成15年度決算分、平成12年17年9月公表より毎年発生主義復讐募金といった企業会計の考え方および手法を参考として国の財務書類を作成して公表しているところで、この財務書類っていうのをね、見せてください、くださいよ、資料として。いいですか。でその上でまたね、具体的に議論しましょう。でね、いずれにしろね、その FIAC ですか、 FFAC、はい、フィアックはですね、会計処理に関するその世界組織でありますけども、これ2000年にね、エジンバラで最新の会計制度を決定しましたが、これ当然日本もね、この新会計制度にすべきだけどしてませんね。なぜですか。これ麻生財務大臣。そうしたら、ちょっと待って、
麻生財務大臣。調べてご返事申し上げます。委員長。石原慎太郎君。まあ、短縮要請はですね、すなわちね、現金主義だとも言い切れませんけどね、とにかくその税金だけの管理ではね、ことは済まないでしてね、会計制度がしっかりしているものがどこを扱っても民間だろうと政府だろうと自治体だろうと結果は同じだと思いますが、その新会計制度を、ね、未だに使わないことが問題でね、怠慢というか欺瞞と言わざるを得ない。イギリスではね、1994年から発生主義を採用して以来に、ね、イギリスの国会議員というのはみんな簿記の勉強を始めているそうですよ。でイギリスはね、2年ごとにね、複数年度の予算を作ってますけども、とにかくね、この国の会計制度ではね、その金を使って売り上げを伸ばすというね、発想がないで、その計算書には税収が載っていないので、その収益を上げるためのね、税金の使い方という発想がね、欠けていてね、本当に歯がいい。それでね、この国がですね、現としてね、世界でこのプリベイリングなね、その会計制度を採用してないとね、経団連が知らないんだね、おかしな話。トヨタ昭一郎にその話したら、そんなバカなって彼言うんですよ。あのトヨタ その当たり前のこと企業にとってみたら、これからね、前の会長の御手洗さん、あの人にね、私ゴルフクラブで、ね、会ったの。その時にね、もう一人なんか後で聞いたらそんなの野郎だったけど、僕は銀行の頭取でいてね、もう一人前の日銀の総裁の福井さんがいらした。それで私がね、あなたはしっかりしてね、国の会計制で文句言いなさいよって言ったらね、こんなバカなと御手洗さんに、そんなことありえませんよと。その銀行の頭取な人物もね、呆然としてそんなバカなことはないと言ったら、あの温厚な福井さんが最後にね、いや皆さん、実は、ね、石原さんのおっしゃる通りなんです、国はね、未だに短縮簿記なんですよって言ったら、二人が絶句したの。今のはなんとかという面白い顔した経団連の会長いますが、あの人なんか名前になっちゃった。え、米倉さん。米倉さんにも言ったらね、この人も知らなかったね。これはね、おっかない話でね、経済団体の言うたちがね、まあいろんな方で関係のある国のね、会計制度ってのはこんなにね、ずさんなものかってことをね、知らずに、私ね、あなたから資料提出をお願いしましたけど、それをベースにしてこの次またね、この問題ってもうちょっと精査なね、専門家を交えたね、うちの党にも公認会計いるそうですし、そのできたらこれ総理ね、この問題についてね、特別委員会を作ってね、これやっぱりね、こう専門的な協議をしてね、日本の会計制度を合理化しないとね、この国は持ちませんよ、役人天国で。どうですか。安倍内閣総理大臣。この短縮簿記、複縮簿記の問題については、ただいま、財務大臣から答弁をいたしましたように、平成15年からですね、国としては、財務書類、東京都でいう財務諸表をですね、出しているというふうに私は承知をしておりますが、いずれにせよ、委員会においてですね、あの他の、委員会もございますから、議論をしていただけたらと、このように思います。委員長。石原慎太郎君。ついでね、財務大臣をお伺いしますけども、この、まあ、円高のね、理由というのはいろいろあるでしょう。これはまあ日本にとっても非常に貿易関係の人には困ったものでしたが、これね、私はこれなりのね、その言われがあると思うんですよ。とにかくこの国はね、まあ、その合わせてですね、938兆ですか、1000兆に近いね、債務抱えてる。地方の分が200兆ぐらいですか。ただね、金がダブついてるんですな。それでね、個人のね、金融資産っていうのはね、これまあ株とかね、現金とかね、短縮もそうだしね、掛け捨てでないね、保険とかね、まあ、年金も含めてね、まあ、年金はそれはギリギリ使うんでしょうけども、でも1515兆もある。でこのダブつき見ればね、しかもね、その国債はね、ほとんど銀行が国民が買ってるんでね、その国のポケットから左のポケットに移るわけの話でね、これ見ればね、やっぱりそのね、
なんていうのかな、こう世界でその通貨のマーケットやってる連中たちがね、日本の、ね、円に期待するってのはね、無理からぬ話じゃないかって気がするんですがね、これはまあ日本にとって迷惑な話ですけど、この間ね、ある新聞の、ね、まあ、トップリーダーうるさい人ですけど、この人が面白い話を聞いたらね、日銀はちゃんと掴んでるそうですがね、どうでしょうね、その10円どうかを何万枚、何億枚出したとかね、1万円札の名前出したか、あるいは大地区の時だった2000円札を何枚出したか知ってるわけですね。でね、この未だにね、旧1万円札聖徳太子がね、どっかで2000億眠ってる、まあ、中には火事で焼けたものもあるかもしれませんがね。である人がね、もうそろそろね、ちょっとね、時間も経ちすぎたし、なんとなく後ろめたいし使いにくいから、ある人が160億とにかく税理士に頼んで新円に変えてほしいと、副財布に変えてほしい、ある人は300億頼むって言ったそうですよ。そしたらね、税理士がね、この蓄財はね、もう何だろうと時効にはなってるけどね、こうちょっとやっぱり額が額だけね、問題になるかもしれませんって、じゃあやめたって言ったの。まあ、2000億全部がね、どうか眠ってか知りませんが、これ一つの事例でしてね、なんでね、とにかくその、なのかな、このダブついてるお金のね、使い方がですね、見つからない、なんで使い切れないんですか、これ。麻生財務大臣。まず最初に個人金融資産、ほぼ1510兆、正しい数字だったとおりです。その中で現預金が約800兆という声を超えていると思います。そのお金がほとんど金利がつかない状況にあるにもかかわらず、銀行並びに貯金に溜まっておるという状態が続いております。これは今これだけ不景気と言いながら、さらに金利がつかないにもかかわらず、さらに現預金、金融資産は増えておりますので、そういった意味では今でもまださらに増え続けているという状況にあります。これがありますので、傍らご存じように貸方借り方で言えば政府が金をこれから借り取るわけですけれども、政府は銀行経由もしくは郵便貯金経由で国債というものを売るわけですけれども、政府の借金がたまり、こちら側に個人の預金がたまる、まあ、貸方借り方ではそういうことになるんですが、その状況にありますんで、今政府としてこの20年間、92年から土地の暴落が始まっておりますんで、1992年から今日まで約20年間にわたって土地が暴落をし、また株はその前の1989年から暴落しましたんで、当時は38,915円、これは最高値だったと記憶しますが、それが一時7,700円も800円まで落ちましたんで、そういった意味では国民の資産という名の動産が1/4、土地も100坪100万円が15万円ですから、まあ 85% ぐらい土地もという名の不動産も暴落という、デフレーションによる不況というのを石原先生、多分戦後初めて、戦後ってのは昭和20年初めて、67年間で初めて我々はデフレーションによる不況というのを世界で初めて経験してるんだと。他の国でデフレーションの不況はありませんから、全てインフレの不況しかありませんの で、はっきり言って日本銀行も大蔵省も政府も何も全部学者含めてデフレ対策っていうのをやった経験者はゼロですから、したがってデフレというものを勉強しようと思えば、デフレは歴史に学ぶ以外に方法がなかったんだと存じます。その多分デフレを最近でやったのは、一番直近では1930年の高橋是清大蔵大臣、多分この犬飼健内閣、斎藤誠内閣の頃だったと思いますが、その頃にやった以外はないんです。したがって今回も少なくとも過去20年間その対策は非常に知事としてなんとなくやってみたりやらなかったりっていう状態が続いてたんだと思いますが、今回まあ3年間の民主党の政権のあれを見て、そのまた前に続いた自民党の17年間も見て、いろいろな経験を積んだ結果、今回安倍内閣において金融の緩和と財政の柔軟な出動と、そして成長戦略、この3つを同時にやると。
これを高橋コリン教徒でやっておりますけれども、これと同じことをやるという決意をしてここに進んでいるんですが、これで初めて今寝てる金が動かさんとどうにもならん、そこが一番の問題なんであって、それをどうやって動かすかっていうのは個人が消費をするか、もしくは民間が設備投資をするかしない限りはこれは動きませんので、そこをどうやって動かすかという刺激策を今後我々としては最大の課題になるだろうと思いますが、まずは金融の緩和からスタートし、それに合わせて財政を出動させ、そして今こういった形の予算が今お願いしておりますけれども、プラス企業のいわゆる成長戦略というものが加わって、それで初めて消費が深まってくるんだというように思っておりますので、少しタイムラグがあるとは存じますけれども、その方向でことは動かしていかねばならないと思っております。委員長。石原慎太郎君。金融の緩和といってもね、そのなんていうのか、日銀にたくさん金を出してね、それで結局銀行に国債化して抱えさせてんじゃ、これ全く意味ないですよね。やっぱりね、もうその例えば設備投資の減税とかその他この他でね、要するにアクティブにね、やっぱりその経済を動くようにそのやってくださいよ。でね、高橋コリン教の話が出ましたがね、あの時の実は大倉の事務次官と加谷沖野先生だった、私加谷さんに私服した一人ですけどね、あれ初めて統制経済やったんですね。まあ、あの戦争も近いこともありましたけどね、まあ、そういったものはね、私が今日どういう意味合いを持つか分かりませんがね、とにかくね、そのあなたのおっしゃるとおりね、デフレの不況ってのはもう未曽有のことでしてね、これなかなか本当に克服難しいと思いますけど、まあ、頑張っていただきたい。でもう一つお聞きしますがね、その要するに国と、まあ、民間、地方が抱えているその債務の総額が第1948兆ですか、1000兆近いものがある。これね、しかしね、その債務借金でもですね、返す必要のない借金もあるわけですね。それからその財産になるものもあり得るわけです。でね、この986兆ですかという債務の中にもかなりこれがあると思うんですがね、これに見合うね、その資産の取得原価、あるいはですね、時価でのね、所得原価ですね、これ時価での一覧表があったらですね、ぜひその参考に出していただきたいので、よろしくお願いします。麻生財務大臣。あの一つだけ、先ほどの複式簿記の話ではありませんけれども、政府が持っている場合、いろいろなものを資産に計上する、負債ではなくて資産に計上するわけですが、その資産の中に例えば税金を取れる権利、徴税権、お金をすれる印刷権、造幣権というものをいくらで評価するかというのは、これはなかなかできないところなんで、そこらのところが多分各国皆最終的に複式簿記というものを予算の時に計上することはできないということになっておられるんだと、私はこれイギリスから聞いた話です。ちょっと他のところもちょっと調べてみないと分かりませんけれども、そういったことなんだと思っております。ただ今言われたように、あの道路やら富士山やら、あれ国有地は一体いくらで検査できるのかと言われると、ちょっとなかなか簡単にはいかないところだろうとは思いますけれども、一応のものみたいなものがかって作った経験が確かあったと思いますんで、あの今それが現状しておりましたらご提出いたします。以上。石原慎太郎君。いずれにしろですね、そのまた繰り返しになりますけどね、この会計制度というものをね、もうちょっと合理化しね、せめて企業並みにですね、乗り継ぐ的なものにしませんとね、これアベノミクスのね、要するにこうバリアになりますよ。だからアベノミクスを、ね、成功させるためにね、総理ね、会計制度って本当にね、聞いてますか、アベノミクスを成功させるためにね、会計制度ってのはやっぱりね、一新させる必要があると私は思います。あのね、民主党のマニフェストを読んでますとね、マニフェストの8にね、税金の使途が会計制度を変えると国民が納得、変えると国民、会計制度を変えますとね、その税金の使途がね、要するにとにかくはっきり分かるということで国民の納得が得られるとありますがね、これまあ民主党はね、あまりいいことしなかったけど、いいことだけ言ってるんで、ね、あのこれも一つその心に留めてお考えいただきたい。で最後にですね、担当の大臣いらないって言ったんですけども、一つこれ総理にですね、一つのなんか
政治家の哲学としてね、このご記憶いただきたいんだけど、私ね第二子の頃ですね、40年近く前ね、東京の読売ホールでね、ブラックホールを見つけたホーキングっていうね天才的な宇宙学者の講演聞きました。彼はその時近似相性にかかってね、もう声も出なくてね、コンピューターを腕で打って人造語で話してましたけど、彼はこの間のロンドンオリンピックでもね、とにかくそういう形でね、パラリンピックですか、メッセージを出してね、非常にその喝采を浴びたそうですけどね、その時にねママの話でしたが、質問が許されましてね、あるその宇宙物理学科の宇宙専門の学者の一人が、この宇宙にねその地球並みの文明をね持った星がいくつぐらいあると思いますかったら、ホーキングが玄関に2ミリオンって言った。私びっくりした。太陽系宇宙だけじゃないですよ、全宇宙でね。そしたらね、ある人がねまた手を挙げてね、そんだけたくさんその文明を進んだ星があるのに、なんで我々はねハリウッドのくだらない映画じゃなしに、実際のね宇宙船とかね宇宙人にこの地球に、ね、で出会うことがないんでしょうかって言ったらね、ホーキングがいやそれは違うと、ね、せめて地球並みのね文明を持ったらね、そういうプラネット惑星はね非常にその自然の循環が悪くなってね、宇宙時間でいうと瞬間的に生命が消滅すると言ったんで、私はびっくりしましてね、まあホーキング神様ではありませんが一応天才ですから、で私は拒否しましてね、あなたの言うね宇宙時間の瞬間的ってのは地球時間でどれぐらいですかって言ったらね、100年って言いましたね。あれからね40年経っちゃった。まあ彼の予言が正しいとするとあと60年しかこうね地球はまたあなた方持たないね。でね、私この問題ってはね、まあ、人間とはみんな欲望で、欲望の象徴ってのは経済の象徴は金ですからね、金でうつつ抜かしてるけどね、ヨーロッパの経済が不振だとかアメリカはどうだとかね、今はどうのこと言ってますがね、過去の G8 でねこの環境問題はあんまり深刻に討論されたことないんですね。少なくとも過去の3年間ね G8 があった後ね、政府のスポークスマンに記者たちがメディアがね、環境問題について討論しましたか、進歩ありましたかって言ったら、いやー、まあまりしなかったが、でも半歩は前進したというのが3年間続きました。3年でね半歩前進じゃこれいかにも遅すぎるんですよ。でね、NASA の、ね、ハンセンという非常に優秀な主任教授がいますけど、彼がね、北極海の氷はねあと20年経ったら溶けるっていうのが、あと、あれからもう7年経ちましたな、あと13、14年経つとどんどん氷が溶けてね、北極海というのは航路になるかもしれないんだが、しかしその結果ね、ヒマラヤの氷も溶け、私も数年前にね久しぶりに行ってみたフランスのローヌ氷河のねオーバルク展望台が、行ってみたらね氷河なんか見えないんですよ。で地元の専門家が聞いたらね、これから100キロぐらい上がっていかなかったら氷河なんか見えない、全部溶けて洪水になって流れちゃった、ヒマラヤの氷も溶けて、それでねその水はどんどんオーシャン太平洋太平洋に注がれてね、地球の時点でね遠心力変わりますから、一番どこに触れるかって赤道の直下の島々ってどんどん埋没して、私は非常に興味があるんでね、次の時代にスバルというね、あれはわずか標高一番高いの5メートルしかない、アメリカが作った飛行場の人口の、それがね半分も水没してね、もう主要職員ってタロイムが作れない、彼ら何してるかって言ったらね、ハンブクサタみたいな、まあめったにそのなんていうのかな、オーストラリア人が食わないオーストラリアの肉の脂身の多いものをねもらって食ってますがね、どんどん健康を害してね、行ってみたら年寄りはねその日その日をなんとか要するにこう朗らかに過ごすつもりですから、みんな周りを話してましたが、あれは本当にある意味で明るい地獄だと私は思った。こういうね事態がどんどん進んでね、今あちこち異常気象がある、ニューヨークでもねとにかくハリケーンが来たり豪雪が降ったり、ワシントンの雪が降ったり、日本でもそうですがね、これ当然のことでね異常気象じゃないんですよ、通常気象なんですがね、これもねその阻止するためにね日本はいろんなことをすべきだと思うし、
まあね、あなたもこれから GA といらっしゃってどんな主張をされるか知らないけどね、せめて日本の、ね、最高指導者がね、世界全体に、ね、新しい危機感を、正当な危機感をね、その様子に抱かせるためのね、スピーチをしてもらいたい。東京はね、まあ、各国各市に先にいてね、 C4 って言ってね、入りましてね、その企業にも責任を持ってキャパ&テールの条例を作ってやらせてますからね、こんなものは本当にね、なんていうのかな、爪に火ともすみたいな話ですよ。ただね、私昔ある飲み屋でね飲んでたら、昔友人だった開口剣の書いたね色紙が飾ってあった、もう焼き鳥の声真っ黄色になったけども、いい文句でね、なるほどなと思った。それはね、明日地球が滅びるとも君は今日リンゴの木を植える、たとえ明日地球は滅びるともね、君は今日リンゴの木を植える、解雇にしていい言葉だなと思った。これ実は調べてみたら、ポーランドの市のゲオルグのね、この人もね、マルチン・ルーターに非常に影響を受けてね、まあ、その言葉を考えた詩人ですけどね、たとえ地球が明日滅びるとも君はね今日ねリンゴの木を植える、これはね私たちのやっぱり愛する、ね、子孫に対する責任のねささやかな履行だと思うんですがね、ぜひね総理ね、G8 でねそういう哲学を披露しながらね、とにかくね、まあ経済の復興も結構、デフレの国語も結構だけどね、やっぱり私たちの子孫の生命ってものを担保するためにね、やっぱりもうちょっと違う意識を持ってね、全体動かないとダメだぞっていう警告を発してくださいよ。それぜひお願いします。安倍内閣総理大臣。2007年のハイリエンダムサミット、私が出席をしたサミットにおいては、CO2 削減が大きなテーマになりました。その際、2050年までに排出量を半減をするという、そうした大きな目標で一致することができたわけでございますが、今年開かれるサミットにおいても、当然、環境は大きなテーマになるのであろうと、このように思っております。その際、日本はCO2 削減あるいは省エネについては、高い技術力を持っているわけでありますから、日本こそリードしていくべきだろうと、このように思っております。安倍政権としても、環境問題極めて重視をしております。だからこそ石原伸晃議員を環境大臣に任命したところでございますが、政府一丸となって取り組んでまいりたいと、このように思っております。ありがとうございました。時間が余りました。これで終わります。どうもありがとうございました。